皆さんこんにちは。長男のあやとです。次男のはやとです。三男のよしとです。佐藤さん兄弟です。トントンラゴー。はい、ということでもう少しでホワイトデーということで、毎回お母さんにチョコレートを3人にもらってたから、今日はホワイトデーを3人で作っていきたいと思います。自分たちスイーツとかお菓子作ったこと全くなくて、ない。今回は、強力な助っ人を呼びしております。おお、めっちゃありがたいよ。ということで早速呼んでいきましょう。せーの、川崎先生。はい、よろしくお願いします。せーの、はい、はい、ということで着替えてきました。どうでしょうか、僕たちのじゃーん。なんか見た目だけはめっちゃ料理できそうだけど。確かに。早速作っていきたいと思います。せーの、レッツゴー。川崎さんに直接お会いすることはできないので、今日はこのビデオ通話で教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日は、ふわふわのスフレパンケーキに挑戦してもらいたいんですけども、はい、一番簡単な、やり方で教えたいと思いますので、まず粉類を測ってもらいたいですね。薄力粉が 80g、 ベーキングパウダーが小さじ1、スキムミルクが 20g、 1個のボウルに入れちゃっていいので。はい、わかりました。じゃあこれ誰やる？自分やります。3男いきます。ちょっとちょうど入れれるかな。めちゃくちゃ不安ね。押すなよ。見てね、80。あ、119.5 ぐらい。戻せ戻せ戻せ。じゃあね、戻して。おっしゃ、来ました。はい、ベーキングパウダーありますか？缶ね。はい、ベーキングパウダーあります。それを小さじ1入れてください。はい、粉をね、まず入れておくんですね。まあ、絶対かますよ。こんな作業、そうね、こんな作業したこと、オフとかいきそう。これでこう、あ、すごい。いいよいいよ。そうそう、ダマになりにくくなるので。初めて知った。本当、これをやっとくことです。今の俺、女子力高い感じじゃない？ね、なんかね、いい位置。このなんか団子みたいなやつはもう、だめだ。そしたらちょっと手でね、あ、はい、そう、ザラザラっと、そう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 、完璧。完了した、しました。はい、じゃあ続いての作業です。はいはい、ということで続いては長男のあやとがやっていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。卵黄と牛乳を合わせたいので、はい、まずは卵を2個割って、はい、卵黄だけ取り出してもらっていいですか？はい、わかりました。はい、2つ割ります。お、片手すごい。見せるね。これオムライス対決の時もちょっと見せたんですけど、これだけ得意なんです。やるね。じゃあ卵黄の方を手に取ってもらって、はい、その卵黄の中に、はい、牛乳を 100cc 入れてください。はい、置いた方がいいかな。はい、確かに。ちょっと多かったな。ちょっと、戻したらやばいですか？いいよいいよ、みんなで飲むやつでしょ、だから大丈夫、戻そうか。すみません、戻させていただきます。あの、卵黄の中に入れて、はい、はい、はい、もういっぱいありますか？はい、あります。じゃあそれで混ぜてください。はい、じゃあ混ぜていきます。はい、結構すぐ混ざっていきますよ。はい、混ざっちゃうと一番簡単な。はい、よかったです、よかった。川崎さん混ざりました。はい、じゃあちょっと見せてもらっていい？はい。こんな感じです。はい。はい。じゃあこれで大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。はい、じゃあここからは次男の隼人がやっていきたいと思います。川崎先生、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ卵白が入ってると思うので、はい、この中にお砂糖大さじ1入れてもらっていいですか？はい。卵白をね、はい、角がつくぐらい、はい、泡立てたいので、はい、電動のホイップあるかしら？あります。うん、じゃあこれ使っていこう。はい。おお。やべ、使ったことねえからわかんねえ。あ、大丈夫？
はい。そう。で、そう、さっきのスイッチ。はい。オン。これがふわふわのスプレーパンケーキの、はい、あの肝になるので。なるほど、じゃあここ重要ですね。ここ重要。止めて上に、はい、うん、こう持ち上げて、あのホイッパーを、はい、おお、角立ったね。はい、立ちました。あ、いいね、そこで OK です。よっしゃ、はい、あの粉と、はい、卵黄と卵白、3つ揃いましたね。はい、揃いました、はい、ということで、じゃあ次の作業に移っていきたいと思います。じゃあ先ほどの卵黄の中に、はい、今泡立ててもらった卵白を2回に分けて、まあ、ホイッパーでちょっとこう混ぜる感じ。はい、あ、この白いやつを入れちゃっていい、まあ、白いやつを黄色い方に入れる。はい、全部混ぜる。そう、で、こんな感じ。見て、こういう感じですね。そう、はい、そう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 、ふわっふわって感じで泡をなるべく潰さないように。そう、あ、空気を入れる感じで。すごいね、なんかふわふわ、ふわふわでしょ。混ぜました。はい、あ、じゃあ全部入れちゃおうかな。はい、そうそうそう、全部入れて混ぜます。はい。なんか、おお、やったー。え、ちょっとだけでしょ。ちょっとだけで、ちょっとね。じゃあ今混ざった生地の中に今度粉を入れていくんですけど、はい、このホイッパーから、はい、このゴムベラ、はい、2回使っていいですか。はい、粉も2、3回に分けて入れて、はい、ちょっと混ぜていきましょう。はい、そうです。うん、なんかもうカフェ風の今日はスフレパンケーキを焼いてもらおうかなと思ってるんで。モテちゃうじゃん、モテちゃうモテちゃう、ますますモテちゃう粉っぽさが残らずに泡をなるべく潰さないように、はい、ちょっと難しいんですけど、今でもそういう風にあの一つに混ぜてもらってるから大丈夫だと思います、はい。最後、また入れていきます、うん、はい、お願いします。いいですか。ふわふわ、オッケー。じゃあ、フライパン焼き置いてますよね、はい、そしたら、火をつけてもらいたいんですけれども、はい、で、大体中火ぐらいがいいかな。そのままね、はい、焼いてしまうと表面だけが、はい、焦げちゃうので、はい、一回弱火にしたいんだけれども、はい、今温めたこのフライパンの、粗熱を濡れた布巾を近くに置いておいて、はい、一度そのフライパンの鍋底をですね、じゅーっと、はい、熱を少し落ち着かせるような感じで、なるほど、はい、休ませます、はい、その目安なんだけど、はい、今フライパン乗ってるじゃない、こうやって。そしたら、ちょっと、フライパンの底を触ってなくても、ちょっとあったかいなーってなってきたら、はい、その段階で一度、火を止めて、はい。布巾あるね。その上に準備、はい、ます。はい、おー。おー、いいね。違う。こういう風に一回やることで、温度を安定させるんですね。そうすると、はい、流し入れた時の生地が均等に、今度は熱が入るよね。そう。じゃあもう、うん、ガス台の上に置いてください。はい、はい、そしたら今度また火をつけてください。はい、弱めの中火にしてもらっていいですか。なるべく弱い感じで。今日はちょっとね、焦げ色が、焼き色がつくような感じのスプレパンケーキにします。はい、できました。おー、いいじゃん、いいじゃん。はい、周りがちょっと乾いてきて、はい、真ん中のあたりからプチプチプチっと気泡が、穴が開いてくるんです、はい、それがひっくり返す目安なんですけど、でも今結構弱めでやってもらってるので、はい、自分で見て、はい、穴が真ん中の辺からプチプチ開いてきたらひっくり返す目安だから、はい、
まだひっくり返す前に一回ちょっとそこを、はい、ちょっとペロッとこう見えるかな。どう？なんかさ、お、いい感じの色。まだか。ちょっとでも周りはちょっと色ついてきたって感じ。そうだね、そうだね。じゃあもうちょっとそのまま置いといてもらって。はい。もう少し。今1分半ぐらいかな。で、はい、もうちょっとしたらひっくり返すタイミングかな。はい。はい。楽しみ、ひっくり返すの。じゃあひっくり返していきたいと思います。いやこれはね、失敗したくないよ。勝負どころだ。おぉ、めっちゃうまそう。えー、すごい。ちょ、今日はね、焼き色つける感じね、バトは。おぉ、いい感じ。超いい感じです。そうそうそう、うわ、うまそう、やば。ふわふわのスフレパンケーキですよ。すげえ。またこれ裏返したから、まあ、1分半か 2,、はい、2分くらいで中まで火が通る。これは喜ぶぞ。お母さん、お母さん喜ぶ。なんか普通のパンケーキじゃないからさ。そう、確かに。ふわふわのスプレーパンケーキだし、3人がもう一から作った。そうです。粉からなので。絶対喜んでくれると思う。絶対喜ぶよ。絶対見直してくれる。やっぱり料理作れる男子ってすごいかっこいいと思うんですよ。うん。ちょっとさ、やっぱり何かね、こちょこちょっと作れて。そうですね。ちょっとこう出してもらえるとね。はい、すごい。うん、かっこいいなと思う。いいと思う。お、いい感じです。あ、じゃあもうひっくり返さずにお皿の上に乗せてください。じゃあ焼き終わりました。すげえ。いや、この焼き色といい、めちゃくちゃ完璧じゃないですかこれ。じゃあ次は三男のヨシトにバトンタッチしていきたいと思います。こんな感じでパワーにせずにやった方が絶対いいですよ。はい、ということで最後は不器用な長男が綺麗に作っていきたいと思います。いきます。焼き上がりました。本当に綺麗だわ。はい、じゃあここからデコレーションというか、まあ、はい、フルーツ切ったりしてやっていきましょう。はい、じゃあ今日はですね、はい、お母さんにイチゴをね普通にポポンと乗せるんではなくって、はい、ハート型にしてちょっと飾り切りをしていきたいなと思うんですけども、あのヘタの部分をね、はい、切っていくんですけれども、 V の字に切ります。はい、なるほど。うん、ぐさっぐさっ、そして、まあ半分に切ってもらうと、おい、すごい。すごい、かわいい。いっぱいできてきた、ハート。生クリームをね、泡立てたいと思うので、はい。では、まず生クリームを泡立てるのに、お砂糖大さじ1で測っておいてください。しんどかったので氷水を使わせていただきます。そうだね、うんうん、そうだね。そう、冷やしながらね固めていく、ね、すごい、クリームっぽくなってきました。冷やしながら混ぜていくと使ったら早とかまないから、ね、結構いい感じなんじゃないこれ。バトンタッチしていいですか。じゃあ次男のハヤトに変わります。ラストスパート追い込んでいきたいと思います。ジュジュー、第2回すいません。いきます。まだ垂れてるから、やべ、傾けすぎだよ。傾け、あ、こっちを傾けばいい。うわ、入れつる。どう？あ、いいじゃん、いいじゃん、あ、いいじゃん、いいじゃん。さすがだね、やっぱ3人で早っ。オッケー、オッケー、オッケー、やった、できた。いいよ、はい。じゃあ次にデコレーションしていきたいと思います。はい、ということで無事にパンケーキができました。早速デコレーションしていこうか。はい、まあ、これだって俺センスないからさ。よし、待ってこれさ、これで乗せるのって難しいよね。逆にそれがおしゃれになるのか。そんなに、うん、そう、ポケットでいい感じだよ。うん、そうそうそう、ドンと、そう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 、おお、あれじゃん、ほら、こういうの。わ、めっちゃいい発想。
のさ、感謝の気持ち、感謝のメッセージ、うん、いいじゃん、いいね。じゃあ誰か、じゃあ一番字が上手なヨシトでいこう。俺じゃあお母さんはヨシト書いて、お母さんいつもありがとうって言って、いつもありがとうは俺書くわ。避けながら、これでもまあいい感じ。OK、頑張れ。なるべく細く、これ本当に最初に書くべきだったんだよね。避けながら、大丈夫大丈夫。おっ、おー大丈夫大丈夫、3につなげられる。それさ、あ、いいんじゃないいいんじゃない。おー、え、これいいと思う。めっちゃいい。え、いいんじゃない。めっちゃいい。なんか、え、超良くない。え、これ最後、あの、粉ホワイト、うん、かけちゃってもいいのかな、これ仕上げに。かけようか、かけて、うん、いいよいいよ。あ、いいじゃん、いいじゃん、うわー、すげえ。これもう、できー、どのくらいかければいい、うん、おー、すげー。ちょっとあまりにも、ちょっと先生にも見てもらおう。皆さんにも見てほしいです、これすごい。できました。すごい、わー、クオリティ高い。ありがとうございます。ありがとうございます。お米のおかげです。先生のおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい頑張ったよ、偉い。絶対喜んでもらえる。ありがとうございます。はい、はい、ということで完成いたしました。めちゃくちゃ良さそうです。ちなみにこんな感じでできました。はい、見てください。ほんとすごい、なんかもう売り物だね、これ。売り物ですよね。でもちなみにハートのイチゴなんですけど、自分たち こんな感じで盛り付けちゃったんですけど、正解はこういう感じのこっちの盛り付けらしいです。でもどっちでも可愛いので、どっちでもいい。ありがとうございます。ありがとうございます。わ、すごいね。うわ、先生がね、こんな不器用なのにしっかり教えてくれたから。いや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 、もう本当にね、3人とも忠実に言うことを守ってくれたので、なのでこのクオリティ高いパンケーキができたんだと思います。素晴らしい。ありがとうございます。嬉しい。今日は川崎さんに、レシピを教えていただいたんですけど、他の料理も川崎さん自身の YouTube チャンネルでレシピを公開されてるんですよね。うん、ね、もう本当に時短で簡単で、もうすぐできるような簡単な料理なんですけど、すごいやってますので。いや、川崎さんの YouTube チャンネルは概要欄に貼ってあるので、皆さんチェックしてみてください。チェックしてみてください。よろしくお願いします、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様。ありがとうございました。はい、はい、ということで、まあ、作りましたけど、実際お母さんにね、せっかく作ったから見てもらいたくない、直接会えないけど、今日はまたビデオ通話していきたいと思います。ヤッホー、久しぶり。久しぶり。あのさ、実はいつもバレンタインもらってるから、ホワイトデーでちょっとデザート作りました。ちょっと、めっちゃ興味。じゃあ早速見てもらうか、うん、じゃじゃーん。どうどう見えるかな。ホットケーキ、パンケーキ、これ一から作ったんだよ。生クリームもパンケーキの生地も全部ふわふわスフレのパンケーキでございます。美味しそう。どうでしょうか。美味しそう。よかった。これは美味しそうって言ってもらったから大成功じゃないですか。大成功です。今度直接ね、作れる機会があったら作ろうかなと思って。食べたい。ね、はい、みんなに食べさせてあげる。実際あれでしょう、想像以上のクオリティだったでしょ。いいね、フルーツたっぷりで。そうそうそう。喧嘩しないで作れた。仲良く作りました。仲良く、はい。なんかお菓子とかあんまり作ったことないから。あ、俺たちがでしょう。いや、私。あ、そういうこと。まあでもホットケーキはいっぱい作ってくれてたじゃん。確かに確かに。まあね、だから簡単なのしか作ってあげたことがないからさ。だけどまあね、いつもその感謝の気持ちを込めて今日は作ったので、今度ありがとうございます。ぜひ作らせてください。今日はありがとう。ありがとう。聞
キモいキモいって言われなんかキモいって言われじゃあねじゃあねありがとう。じゃあさ、早速食べてみよう。おお、食べてみよう。見た目は完璧だけど、本当はお母さんに食べてもらいたかったけどね。いただきます。いただきます。いただきます。味はいかに、マイクちょっと欲しいかな。いただきます。うまっ。お店に来た。いや、これ本当にあれなんですよ、生クリーム自体もそのパンケーキ自体もマジで甘すぎなくて、ね、食べやすっ、めっちゃ食べやすくて、しかもふわふわしてない。そう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 、やばい。なんかせっかくだからさ、見てくれてる方々にも食べさせてあげます。いいね。じゃあ何それ、よしとやってよ。皆さん食べたいです。よし、上がれ。ってことで、じゃあハヤトもやろうぜ。誰も俺のあんなんて食べたくねえだ。え、食べたい。しょうがないな。あん、何やってんだ俺。いじゃあ終わりますか。やだ、お前逃げんなよ。全員だよ、全員。いちご、ブルーベリー、どっち？いちご。しょうがないな。特別2つあげちゃうよ。あーん。あーん。どうすか？もうダメ。わ、なんか汗めっちゃかいて、汗か見てるだけ。そうだ。いや、食べちゃおう。はい。あーん。なんか抵抗あるんだけど。じゃあれやるなって。じゃあ、あーん。やっぱヨシとテレアさんだから、ね、兄弟のあーんとかもちょっと抵抗する。かわいいんだ。どうですか、これは3人大成功ということで。これはもう大成功です。なんかね、で今日の動画を見ていいなって思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、佐藤最強大でした。バイバーイ。